時はどんぐらいのスピードが出て回転が出て、いやなんか僕は出してて気づいたのは軌道があんま上がってないなっていう気はしてました。低年齢のジュニアの子はやっぱり片手で始める子っていうのはすごい少ないな。そうですね。はい、じゃあ次、攻めの方で行くんですけど、はい、はい、まあフォアにしてもバックにしてもイナチンさんは多分スピードがしっかり上がってて、うん、まあ、回転量が少し抑えられて、うん、あのまあ多分平均の攻めのスピードが多分守りの時のマックス値ぐらいで打てて、なんか、はいはい、すげえしっかり守りと攻めでこうちゃんと球種が分かれてるっていう感じなのかなっていうのを声が見せて思ったんですけど、で僕がちょっと自分の中で自分で打ってて気になったのが、はい、僕のフォアのデータなんですけど、はい、スピードそんな変わってないんですよね、はい、やのに回転量上がってるんですよ、はい、攻めなのに、はい、僕のイメージは結構ドライブに打ったつもりで、はいはい、打ってて、はい、基本的にまず体重前で入って打ってるショットは体重も乗せてるししっかり振っていこうっていうのがあるんで、その横振りによるこのヘッドスピードが上がったことによる回転の量が増えているっていうのが一つ大きくあると。かけにこういくよりは、はいはい、であとその今のかけにこういく縦振りの方が辻健さん苦手なんで、基本全部開いて横に行きやすいじゃないですか。なんで縦振りが苦手ないと思います。縦振りが苦手で加速、その加速が苦手やから守りの方はデータが出ないけどみたいな感じ、はい、じゃあまあ僕の課題じゃないですけど、守りの時にもっと体を開かずに、はい、縦振りがちょっとできると守りの時の回転量は増えるんじゃないですかね。はい、わかりました。はい、はい、ありがとうございます。はい、まあこんな感じでデータを見て、まあ、僕とイナチンさんで比較させてもらってっていう形でやらせてもらったんですけど、まあこっからできることっていうと、例えばじゃあどんな感じですかね。そうですね、まあデータってやっぱりテニス特に難しいじゃないですか。ケースバイケースっていうと全部ケースバイケースになってしまうんで、例えばじゃあボールのスピードを上げようってなった場合に、本当にクローズな環境にしてしまっても、この手で出してるボールをスピードを出せるようにしましょうっていう環境を作って、その中で、まあ、体の使い方とか力の連動とか、あとはスイングが下から上に逃げないようにまっすぐ潰すようにとかっていうので数値を上げていくっていう感じにテニスの場合していかないと、毎回相手のボールの力が違うし、そのラリーレトルトで打とうとしたボールが変わってくると数値も当然変わってくるんで、できるだけテニスの場合はクローズな環境で体の使い方とかラケットワークとかその目標を絞ってやるんで、数値が上がったら OK にするみたいなだからこうやってもしかしたら今回みたいにケースにもうちょっと細かく分けてみてっていうのが、はい、もしかしたらデータの使い方としてはいいのかもしれない。そうですね。あとは他人と比較するっていうよりは自分の中で数値が上がるって考える方がいいと思います。そうですね、まあ、今回はちょっと動画の企画として、はい、一緒に見て、まあ、違いを見てみたいな感じだったんですけど、はいはいはい、もしかしたらこれ定期的に例えば僕イナチンさんの方の動画にも出してもらってて、まあ、今回いろいろ教えていただいてるんですけど、まあ、そういうのをこう練習していって、じゃあ1ヶ月後2ヶ月後にやってみたら成果が出てるのかどうかっていう比較は、まあ、一番いい。そうですね、そういう感じでこう自分の中でやっていった方がいいのかなっていう気はしますよね。特に試合出る人だと自分の最速のボールって使わないんで、試合の中でも。だから最速は練習するけど、その最速は使わずにコートに入るボールの中で一番速いボールっていう感じで使うん でそのボールをいかに速くするかっていう方がいいですよね。まあ、平均値を上げていくぐらいの、はい、試合で使うボールの最速スピードを上げるって練習しないと、自分の単なるこう数字にこだわってそこを出そうってやってしまうと崩れてしまうというので、自分が150キロで戦うんだったらそれを少しでも速くするとか、その回転量を増やすとか、別に130キロで戦う選手もいると思うので、ただその130キロの中で回転量を上げたいのか、何をしたいのか、コントロール力を上げたいんだったら何なんですかね、スイートスポット率ですかね、とか、まあ、なんかそういう感じでやれるといいなって。はい、ありがとうございます。今回ちょっとヘッドテニスセンサーを使って、イナチンさんと、まあ、ショットの比較、はい、はい、
ちょっと守りと攻撃に分けて、はい、やっていきました。ありがとうございました。ありがとうございました。またヤジンさんの方の動画も出てると思うので、はい、概要欄の方にも貼らせていただきますので、はい、そちらの方もぜひよろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いします。